きはい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、ミュージックステーション2時間スペシャルに ウエストが出てましたよねで私が今ビデオに撮ったやつをですねャーッと最初から早送りしていって18分07秒のところで今止めておりますこの CM 明けからどうやらウエストの皆さんのパフォーマンスがあるということなので早速今から見ていきたいと思います曲は「ハートですかこれは歌うのはさっきねバーッと進んでいった時に7人の後ろに赤いね あのミュージックビデオのとこにもありましたよね。ドフと人がこうハートを多分ね、心臓を模して動いてた、ダンスをしてたと思うんですけど、その赤い方たちがちょっといたように見えたんで、ハートかなという風うに私が勝手に予想してるんですけど、さあ、それも踏まえてちょっとね、見ていきたいと思います。それでは、18分07秒ミュージックステーション2時間スペシャルの録画を見ながら行きましょう。再生、ポンさあ,あ、お客さん入って、キャーと、やっぱり後ろに赤い人たちいるよね。 さあ黒い衣装を着た。シグワ君が力入って。スーパービーバー、柳沢亮太さんのタン提供の応援ソングハートですあ。ハートなんだはず。ハート行きましょうとシグワ君が。はっ諦めたい夢なんてないよな。いい口の開き方、シグワ君お。レッツゴーと。行くぞーと。あいといい。あい、<laughs> すごい。<laughs> す,ごい <laughs> すごい電車やーあー。もうお客さんすごい手。 かなわないかも、神山くん。よく見て、上を見て落ち込んだ。いいね。いつれ選手、いいね。浜田くんと藤井君のハモリ。違いない。安定してる。さあ、切りまくんを変えなさい。開けるけど、足元を見て気がつくんだ。なるほど。いいね。ひびき。小田くん、顔きれ。浜田くんと。さあ、寒いな、いとト。後ろで動いてる。魂ってさあ、いいね。中間くん、声出てる。涙を蹴散らすことじゃなくて、悔しい。みんな手がすごい出てる。ファンの人。 ま、と思えたいい。修行学いで。エっぱディーコーダーでよろしくーと <laughs> 首振って。どこまでもずっと戦っていくんだろう。いいね、小田くん。張り合っていくんだろう。いい力入ってる。自分と諦めたい夢なんてないよな。ダメたい,い。小田くんいいじゃん。正直さ、さなあんたよ、力入ってる。 だ止められ <laughs> 重岡君とじっちくり笑ってる。勝ち越せたらいいかきわいいね、桐山君のこの言い方。のは信じるをやめないハート。壁山感じ一る。に。重岡君前出てきて。きっといつまでもどこまでもずっといいね。戦ってくんだろう。張り合ってく喋る,るね、うまいね。ええかーと後ろに向かって。おっ、すごい。このまでもずっと 戦っていく桐山君もいいね張り合ってくんだよ <laughs> 自分と諦めたい夢なんてないよなまあカメラぐるっと回って浜田君僕らの正直さなんだよ行くぞとて止められしわこだくん勝ち越せたら藤井君さあ中ん君い,いかぬのなら 最後の最後にキリアマクいくいつない方仲間と肩組み笑えたらない神山君そしてみんな真ん中向いてうのは信じろやめな <laughs> と喋っちゃった山田ん歌ってないあーハートー来たハートーそう一人一人ハートー仲間君声出てるんだけどハートキリアマこたくハートー ハート茂雄ん笑ってる。ハートー信じるをやめないハートーありがとうねーと茂雄んそして真ん中で赤い子たちがハートやってます。ウエストの皆さんありがとうございましたーと。神山君ハートじゃないそれハト胸。はみんなね何倍の皆さん。ハート分かった、えー。スタジオが盛り上がってる中ですがと。いやーこれ。 なんかわかんないけどちょっと感動しちゃ何、ね、だろうあのまあいつもそうなんですけどウエストの皆さんの,あのパフォーマンスというのはすごいパワーがね画面からもう飛び出してくる感じになるんですよでそれを引っ張ってる重岡君っていうのがいつものこうねお決まりのパターンじゃないですかで今回も、まあ、お客さんもねもう本当にこの字を書くようにねステージを囲むように。 近くにたくさんいらっしゃいますからそのね皆さんの盛り上がるというので先陣切ってあの重岡君がみんなにこう「行くぞ!」ってやってましたが皆さんもこの放送見た方お気づきだと思いますけどメンバーみんなすごい熱かったでしょもう小滝君なんて今まであんま見たことないっていうぐらいぐわっとこう気持ちが入って。 まあ、桐山君もそうでしたけどでもね私はそれすごいなーってボイストレーナーとして思うのはやっぱり気持ちを強く入れて歌うとねいつもよりもこう熱く歌いに行きますからそれによって音程がちょっとずれてしまったりとかね変に喉に力を入れて使ってしまって声がガラガラってなったりとかひっくり返ったりとかっていうそういうことってね、まあ、ライブでこうテンションが上がったらもう気持ちは入るんだけど怒ってしまうことって多いんですけど。 みんな気持ちが熱く入ってるのに小瀧君も桐山君も,もちろん重岡君もしっかりそこの、ね、音に対するこの安定感はキープされた状態で気持ちが乗っかってくるというのはこのバランスって非常に難しいんですけどなんかこのパワーはねあの中間君もすごい綺麗に高音出てましたし浜田君はねそのもう歌うべきところ完全に喋ってましたけどなんかああいうことも全部ひっくるめて。 なんかすごい熱い熱ものが今回特にありましたねもしかしたらですよ、まあ、今回この楽曲を初めてねこうやって『ミュージックステーションでやるということもそうですしこの楽曲のまあ世界というかこの伝えたいことというのがこういうパワーだということもあると思うんですけどもう一つ勝手に深読みするとここにねナンバーアイのみんながいてでウエストがいてで実はね トニがいますからの、ね、だからまあもう今 V6 だそうか解散してしまってるけど、えー、その中に井の原さんもいますよねでそれが今のまあ、ねまあ、去年からいろいろありましたその事務所のまあお偉いさんになっているでそこに今回まあその事務所からも出ているナンバーアイがいるそして今そこでまた頑張ってる名前も変えてウエストがいるっていうなんかこの。 この今のスタジオの言ったら旧事務所の皆さんたちの何て言うんだろうねそのご本人たちにしかわからない何かこう熱いものというものをねなんかそれぞれのグループがパフォーマンスでお互いにエールを送るみたいな,なんかそういう熱さなのかなとか勝手に想像してたら今ぐっとこうね来るものがありました。いやすごかった なんかうーんいやなんと言葉でどう説明するのかって一応ねあの歌声について私は解説しましたけどいやよかったな本当にあのウエストのみんなって上手なんですよ歌が本当にねあのお世辞でも何でもなくて本当に皆さん上手に歌われてると思うんですけどそこに気持ちが乗っかってくるほど強いものはないんですよ。 いやまあお客さんがねやっぱりお名前が変わりましたと言ってまた集まってくれてる皆さんに対するまあね「えー、ウ e ストですよ」って改めてこう切り替えの気持ちというかね「えー、またよろしくお願いします」っていうのもあると思いますしいやーよかった本当によかったいいですよねそれでこの楽曲もうんあの「ウ e ストに合ってます スーパービーバーの柳澤さんもねウエストのこともちろん思って書いてると思うんですけどいやーよかったーほんと、えー、あと一人一人ずつ最後にねハートハートって言ってる時ね一回カメラ行くの重岡君早かったよね本当は神山君行って重岡君だったんだけど重岡君が歌う前に来ちゃったからニコッと笑ってましたけど一回神山君通ってくるスイッチがあったと思いますけどねでも最後神山君ずっとアップでねハートがこう ハート心臓のハートもやってるから鳩胸のハートもかけてたと思いますけどねああいう面白いようなキャラクターもできるのに歌ったら急にパッとそのミュージシャンスイッチにもなるっていうねこれがウエストのやっぱすごいかっこいいとこだと思うんですけどもなんか噂によるとこれ「ミュージックステーション」今見ましたけどファーストテイクに出てるらしいいじゃないですかちょっと遅くなってしまいましたけどこれ次回は。 見させていいいたただきたいと思いますそれ何の曲か私は知らないんですけどこれもハートなのかな何か分かりませんが「ファーストテイクのウエスト」もね、えー、見させていただいて明日解説動画上げさせていただきたいと思いますのでちょっと私も非常に楽しみなんですけれども今回はひとまず「ミュージックステーション」に出演されて披露したハートのですねパフォーマンス見ながら勝手に歌声解説させていただきまして皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。